1968年、高速貨物列車牽引用として設計・製造された EF66 は、定格出力 3900kW、運転最高速度 100km の性能を有する国鉄最大のマンモス機関車でした。製造当初は高速貨物列車のほか、特急専用貨物列車トビウオ、銀輪号の牽引に使用されました。その後、皮肉にも国鉄の貨物輸送は右肩下がりの一途をたどり、 EF66 にも余裕が出てきたところに、東京から九州方面へのブルートレインがロビーカー連結などで重量が増えたことにより、大出力の電気機関車が必要になってきた背景もありまして、1985年から EF65 に代わって九州ブルトレの牽引機に抜擢されます。そして EF66 は国鉄分割民営化で JR 貨物と JR 西日本に継承されます。 JR 移行後の1989年より EF66 100番台が登場いたしますが、形態は大きく変わりました。この動画ではね、区別するために0番台、100番台と言います。1993年より JR 貨物の0番台に延命更新工事を施され、塗装も変更されていきましたが、2006年9月最後の更新工事を施した EF66 型27号機は塗装変更されず、ほぼ原色の塗装で出場しました。その後、時は流れ、JR 西日本所属機は運用が消滅、 JR 貨物所属機は後継機が増備されていきまして、その数を、ね、減らし、最後に残ったのは北鉄時代の原色に近い塗装をまとった EF66-27号機でした。その EF66 型27号機も終焉が迫っておりまして、本日ね、多分最後の大きなイベントになると思われる京都鉄道博物館での展示に向けて、一緒に展示される EF65 型2085号機とともに京都へと改装されましたとね、ここで改装の走行シーンをお見せすべく撮影予定地に向かってたんですけども、今日のね、 JR 線トラブル続きでダイヤが大乱れ、それでも吹田で EF66-27号機ニーナの姿をね、発見しまして、確かに追い抜いたんですが、この後結局乗車中にね、まさかの追い抜かれてしまいまして、結局この映像しか撮れませんでした。この動画ではね、秀急行のアルバムより EF66 型27号機の走行シーンをご覧いただきます。どうぞ最後までごゆっくりとご覧くださいませ。東海道本線を下る貨物列車は大阪駅を通らずに北方貨物線を通ります。北方貨物線は吹田貨物ターミナル駅を起点に東海道本線と並走、新大阪駅の手前で右へ曲がり、新幹線の高架下を西へと向かいます。そしてここ阪神高速11号池田線との交差あたりで東海道本線と合流いたします。東海道山陽本線の草津西明石間は復北線で、さらに兵庫新長田間から西明石までの間は線路別復北線となっております。この区間は海沿いを走り、画面左側の平路向こうには美しい須磨海岸の砂浜を見ることができます。
こちらは東海道本線桜宿川駅です。この駅のホームからの、ね、撮影なんですけども、下手しますと JR 神戸線の電車にかぶられてしまいますが、今回はね大丈夫そうですね。続いては名古屋地区協和駅へと来ております。やってまいりますのは鬼怒浦臨海鉄道から三岐鉄道へと運転されるフライアッシュ輸送貨物列車です。ニーナは大府から稲沢まで牽引いたします。そして先ほどのフライアッシュ貨物列車を追っかけます。高速の快速電車に乗車、ただいま笠寺駅を通過しております。右側には先ほど撮影した貨物列車の姿が見えてきて、先頭にはニーナの姿が見えてまいります。こちらは兵庫県本町駅です。ニーナの、ね、姿が見えておりますが、関西本線平野駅です。東京の越谷貨物ターミナルから東海道大阪東線経由で、この先の百済貨物ターミナルまで運転されます。5時過ぎにね平野駅を通過するので、ニーナが充当される日には出勤前でも始発電車で通いました。そしてまたまた協和駅です。1年前のねフライアッシュ貨物列車撮影位置とは線路を挟んだ反対側になります。
夜の大阪東線を行くニーナです。木摺上北駅での撮影です。大阪東線の旅客電車は画面左方向の旧法寺駅からやってきますが、貨物列車は百済貨物ターミナルから平野駅を越え、画面右側より大阪東線へ近寄り、聴覚寺信号場から大阪東線へと入ります。花店駅を通過するニーナです。ここでもね、207系に少しかぶられてしまいました。こちら最後のシーンとなります。同じくね、花店駅での撮影です。今年1月大阪南港 ATC で開催されました鉄道博2022の帰りにね、偶然百済でニーナを見つけまして、すぐに臨戦態勢、花店での撮影と決め、今度は被られないように学園都市線より内側上りホームからの撮影です。EF66 型27号機ニーナの京都鉄道博物館での展示は2022年8月20日から8月28日までです。間近でね、ニーナを見る最後のチャンスと思われます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ご視聴の皆様、ぜひ京都鉄道博物館へとお出かけくださいませ。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ひで急行では、ひで急行ブログやツイッター、インスタグラムでも楽しい情報を発信しております。この後も、どうぞ引き続き、ひで急行でお楽しみください。ありがとうございました。